男女婚成功ラスグループ、コリアナのメンバーだった、イスンギュコウの娘である。ソマン化粧品の広告モデルになり、SK テレコム、コンタクトレンズ、ワンデイヤキュビューディファイン、ピザハットなど、スターの登竜門とされる認知度が高い広告に、次々と出演。2008年冬から、ダンキンドーナツの CM で活躍した際は、ポスター、等身大パネル等で店内が、 華やかに飾られた。オンラインショッピングモール、一ファーストの CM で、デバギだというセリフで話題を呼び、広告業界では、デバク少女とも呼ばれた。第1回フォーズデジタルオルチャンフォトコンテストで1位を獲得した。両親が設立した、事務所、コリアナクララを拠点として活動してきたが、同社の提携先は何度か変更され、トラブルを繰り返してきた。 2011年9月24日には、ギャラクシアコミュニケーションズと契約を結んだが、同社との契約が残っている状態で、2013年6月19日には、マーティン・カイルに移籍した。しかし、ギャラクシアへの違約金が返済されていない状況下で、2014年6月23日には、ポラリスエンターテインメントと、独占的エージェンシー契約を結んだ。 この契約問題で、ポラリスの母体である、日光グループのイギュテ会長との交渉において、異会長から、君は、他の芸能人らと違って、新鮮でときめくなどと、性的羞恥心を感じさせるセクハラ発言を受けたと、クララ側は主張した。2014年12月23日には、ポラリスに対し専属契約の無効を訴え提訴した。これに対して、 ポラリス側は、クララと、父親のイスンギュから脅迫を受けたとして逆に提訴し、訴訟合戦となった。2014年8月には、イカイが、クララフ氏に会い、クララに、マネジャーとの関係を切れと要求し、君にとって恐ろしい話だが、一瞬にして、首を跳ねて送ってしまうこともできる。身体障害者にしてしまうことも、いくらでもできるなどと発言したとされた。 医海長は2015年に日光共栄における別容疑ですでに逮捕されていたが同年7月にはクララへの脅迫容疑でも追加起訴された。同年9月にはポラリストの和解が成立した。2016年3月にはクララ側が脅迫容疑で医海長を処罰することを望まないと表明したことを理由に。 ソウル中央地方裁判所は控訴棄却処分とした。ありがとうございます。